オグニエン・コロマンは、ユーゴスラビア・パレ出身の元セルビア・モンテネグロ、代表サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の、構成国だったボスニア・ヘルツェゴビナ社会主義共和国の、パレで生まれる。1997年に FK ラドニチュキ1923に入団して、選手キャリアをスタート。2002年に、 オフックベオグラードからロシアの FC ディナモモスクワへ移籍し活躍の場をロシアサッカープレミアリーグへと移す2006年1月 FC テレクグロズヌイからイングランドのポーツマス FC へレンタル移籍2005から06シーズン最終戦となったリバプール FC 戦では得点を決めている同年8月ポーツマスと長期のレンタル契約を結んだが 多くの結果を残すことはできなかった。2007年2月6日に母国のレッドスターベオグラードと7ヶ月間のレンタル契約を結ぶ。契約満了後の同年8月にレッドスターと1年契約を結ぶとデイアン・ミロバノビッチに代わって首相を務め2006から07シーズンにはセルビアスーペルリーガとセルビアカップの2冠獲得に貢献した。 2009年6月にレッドスターを退団し、イリア・ペトコビッチが監督を務める韓国のインチョン・ユナイテッド FC にレンタル移籍した。2011年6月3日、ロシアのクリリア・ソベトフ・サマーライ2年半の契約で復帰した。セルビア・モンテネグロ代表としては2002年にデビューを果たし、2006年の2006フィーファワールドカップでは、 グループリーグのアルゼンチン戦とオランダ戦の2試合に出場した。セルビア・モンテネグロ代表の後継である、セルビア代表としてもプレーするなど国際 A マッチ36試合に出場し得点を記録した。ありがとうございます。